ウクライナ軍総司令官、ロシア軍の砲弾は6倍。ゼレンスキー大統領はこのままだと後退と危機感。ウクライナ軍のシルスキー総司令官は、ロシア軍がウクライナの6倍の量の砲弾を保有しているとして、西側諸国による支援の必要性を訴えました。ウクライナの国営通信社、ウクルインフォルムによりますと、シルスキー総司令官は前線の戦況について、防衛だけでなく、前進もしているとしながらも、厳しい状況だと認めました。ロシア軍が兵士の数で優位に立っている上、ウクライナの6倍の砲弾を保有しているとして、また防空システムと十分な砲弾があれば、先月、東部の要衝アウディウカから撤退することもなかったとの考えを示したということです。ただ、最大の支援国であるアメリカでは、追加支援のための予算案が承認されておらず、ワシントンポストの取材に、ゼレンスキー大統領は、支援を受けられなければ少しずつ後退することになるとして、支援継続の重要性を訴えています。ロシア・イスラム系移民への取り締まり強化、抜き打ち検査も社会に深刻な亀裂。モスクワで大規模テロが起きて以降、ロシア当局はイスラム系移民への取り締まりを強化しています。治安部隊はモスクワ郊外の物流倉庫で27日、5000人の移民労働者に対して抜き打ち検査を行いました。この検査でイスラム系移民38人が滞在登録の不備などを理由に摘発されました。独立系メディアによりますと、軍事事務所に連行された人もいて、ウクライナとの戦闘の前線に送られる可能性があります。テロの実行犯の出身国とされるタジキスタン系移民が運行するタクシーでは、乗車拒否が頻発しています。キルギスのタクシー運転手、タジキスタン人にとっては非常に厳しいです。彼らは差別されないようにひげを剃り始めている。ロシアのイスラム系住民は2500万人、移民労働者は600万人と言われ、彼らなしではロシア経済は成り立ちません。プーチン大統領は、排外的な愛国主義は国を破滅させると述べ、危機感をにじませています。ロシア海軍ミサイル誤爆で自国の船を撃沈。動画が出回るも、当局は遺族に口止めと地元メディア。3人が死亡、4人が負傷との情報。生き残った乗組員はロシア連邦保安庁から何も語るなときつく口止めされたという。ロシアがバルト海に接する飛び地カリーニングラード沖で実施した海軍演習の中で、誤って自国の船にミサイルが着弾して沈没させ、これにより船に乗っていた3人が死亡し、4人が負傷したと地元メディアが伝えた。SNS ではこの時の様子だとされる動画が出回っており、ウクライナ高官もこれを引用している。事故が起きたのは3月19日にバルチック艦隊が行った軍事演習でのこと。独立系テレビ TB ドシチは、当艦隊が誤ってトロール漁船、キャプテン・ロバノフ号をミサイルで攻撃したと報じた。漁船の乗組員の親族が語ったところによれば、この事故で漁船の乗組員3人が死亡、4人が負傷し、漁船の船長室は破壊されたという。当時の報告では、漁船で火災が発生し、死亡したのは1人だけだとされていた。この乗組員の親族は、TB ドシチに対して、生存者が病院に搬送された時点で、3人が死亡していたことは全員が知っていたと述べ、さらにこう続けた。漁船がミサイルによる攻撃を受けたことも、全員が十分に分かっていた。だが彼らはそれを火災だったことにしたのだ。一体どんな火災だったというのか。船長室が完全になくなっていたのは吹き飛ばされたからだ。助かった乗組員たちはピオネールスキーにある病院に搬送され、一人は重体だという。乗組員の親族はまた、ロシア連邦保安庁 FSB が乗組員を取り調べ、彼らに事故について一切話すなと命じたと主張した。本市はこの報道を独自に確認することができず、ロシア国防省にメールでコメントを求めたが、返答はなかった。潜水艦を使った演習を行っていた。ロシアの複数のテレグラムチャンネルには、
海上で漁船が燃えている様子を捉えたとみられる動画が出回っている。ウクライナ内務省の元顧問であるアントン・ゲラシチェンコは X への投稿の中で、ロシア軍が演習中に自国の船舶を沈没させたようだ、よくやったと述べた。この事故が起きた当時、ロシアの国営タス通信は、ロシア軍のバルチック艦隊がカリーニングラードで演習を行っていると報じていた。タス通信はバルチック艦隊の広報の発表を引用し、3月19日に実施された演習の中で、バルチック艦隊のコルベット、ボイキーが敵艦に模した潜水艦を破壊したと報じた。コルベットの乗組員らは、敵艦に模した潜水艦を捜索、検知して対戦兵器システムで破壊する訓練を行ったと声明で述べた。戦争分析会社のロチャンコンサルティングは2023年9月、バルチック艦隊はウクライナにおける戦争で能力が低下し、もはや大規模な水陸両用作戦を実行する能力はないと評していた。中国飲料最大手を親日的と糾弾し、商品ボイコットで株価暴落。中国反日青年ら暴走の背景。中国飲料最大手農夫山泉の創業者が親日的だとし、中国の小粉工と呼ばれる若い世代の国粋主義者らが中心となって展開している商品不買運動の影響で、同社株は香港株式市場で今月中旬3日連続で下落し、時価総額300億元約6300億円が吹き飛んだと AC フィナンシャルタイムズが報じた。同紙によると、農夫山泉への批判が吹き荒れたきっかけは2月下旬、同社のライバル、広州ワハハ集団の創業者で中国を代表する経営者として知られた宋慶光氏が亡くなったことだった。中国のソーシャルメディア、ウェイボーでは、中国共産党員だった宋氏を現実的で愛国的な起業家と称賛。それとは対照的に、農夫山泉の創業者で中国屈指の富豪である張三三氏を恩知らずの金儲け至上主義の実業家と貶めた。米経済誌フォーブスによると、張氏の総資産は約9兆3000億円とされる。ウェイボーユーザーたちは、張氏の息子が米国パスポート保持をしているという事実を含め、同氏と農夫山泉を売国奴などと呼び、同社の商品をボイコットするよう SNS で訴え、同時にワハハの商品を購入するよう呼びかけた。中には同社のお茶のペットボトルのラベルに日本の寺の写真を使用していると批判したり、ジャスミン茶のボトルに書かれたギリシャ文字が靖国神社の鳥居の形に似ていると主張。さらにミネラルウォーターのペットボトルの赤いキャップが白い紙にかざすと日の丸が浮かび上がるとするクレームもあった。不買運動を展開する小粉工らは、農夫山泉のペットボトルの水をそのままトイレに流したり、未開封の商品をゴミ箱に捨てたりする動画を SNS に投稿。また、江蘇州常州市東部のセブンイレブン2店舗の経営者は、農夫山泉の商品すべてを棚から撤去し、日本を称えるような企業の商品は販売しないと中国の地元メディアにアピールした。香港バプテスト大学のルーウェイ・ローズルキュー准教授は、今回のような SNS での炎上騒動は珍しいことではないとした上で、中国ではナショナリズムは儲かるビジネスと指摘。誰かを親日的だと非難して私生活やビジネス活動に干渉することが蔓延している。これは中国の SNS 上でそのようなコンテンツが一般的に好まれていることを示し、政府のプロパガンダと一致していると解説した。また習近平指導部の下、国家秘密保護法や反スパイ法の改正で言論統制が一層厳格になる中、反日運動は大衆のガス抜きに利用されているとの見方もある。そんな中国社会で企業や個人が小粉工らの反発を受けるのは今回が初めてではない。対中関係の緊張が高まる中、ハイテク分野における中国の野心の象徴とされる通信機器大手ファーウェイは最近、自社のモバイルプロセッサーに
神話上の生き物キリンを表す日本語の発音キリンと名付けたことでバッシングの対象となった。